ブッキャナンはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の13番艦。艦名はフランクリン・ブキャナン帝督にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。ブッキャナンは1959年4月23日にワシントン州シアトルのトッドパシフィック造船所で寄港する。1960年5月11日に浸水し、 1962年2月7日に収益した。1985年2月、アメリカ合衆国はブキャナンの親善訪問をニュージーランドに要請したが拒絶された。その理由はブキャナンが各弾頭搭載やスロックミサイルを搭載可能であったためである。ニュージーランドでは1984年の選挙でニュージーランド労働党が勝利し、デビット・ロンギ首相は 核兵器の危険性、南太平洋における核実験の継続、ロナルド・レーガン大統領のソ連に対する強硬姿勢に対するものとして、原子力艦及び核武装可能艦艇のニュージーランド入港を認めない法律を制定した。核兵器の搭載確認及び存在の否定を拒絶した場合、すべての艦艇にこの法が適用されるため、アメリカ海軍艦艇はニュージーランドへの入港が、 拒絶された。オーストラリア同席の協議及びニュージーランドとの直接交渉が決裂した後、アメリカ合衆国はアメリカ海軍艦艇のニュージーランド入港が認められるまでニュージーランドに対する太平洋安全保障条約の義務が保留されると発表した。そのためニュージーランドはアメリカ合衆国の同盟国ではなく友好国であった。 ブッキャナンは1991年10月1日に退役し1992年11月20日に除籍された。その後2000年6月14日にハワイ水域で標的艦として沈められた。ありがとうございます。